そうそうそう。
いや、もう一曲、美しいボーカルを披露していただきましょう。では、日本の名曲を今回はサルサアレンジしました。ぜひ皆さんサルサを座ってっていうのも生なので、ぜひせっかく皆さんご存知だと思いますので踊り